車用のシガライターから電源を取るアクセサリーが多くなってますけど、そのままシガライターを分岐すると非常に見苦しいです。でそこで、あのヒューズボックス配線、ヒューズボックス配線というものを使うと簡単です。このようにヒューズを抜いて、そこから電源を取ります。でその先にシガライターのこのソケットがついてまして、そこに刺します。こんな感じですね。こんな感じで今回は、 スマホ用のトランスミッターと、あとポータブルカーナビ、それを接続してます。こんな感じですね。非常に配線とかスッキリで、配線は全てグローブボックスの中に入って、ソケットに入ってます。それ純正のシガライターのソケット、それはフリーレス。